威勢よく飛び出して駆けつけて震えながら守るからねえ、こんな時だけ神様よ聞いて、いつか僕だけの君にならないかな。優しさも素直さも少しずるい愛嬌も明るさに背向けでも一つ一つが刺さってる。どうしようもないのが恋なら、素敵な残酷さが恋なら、もはや抗うでもなく自然に、僕はただ君が好き。自己紹介します。高橋和樹って言います。11月8日のワンマンライブに向けて路上ライブ毎日やってます。9月も毎日やるのでよかったら SNS フォローよろしくお願いします。 TikTok ライブを行うので皆さんもよかったらフォローよろしくお願いします。何回も僕の中でさよならしてまた出会って、言い訳もごまかしも嘘も何もかも全部通用しないのが恋なら仕方ないよね。君が本当に綺麗だから、体験も練習も過去も何もかも全部関係ないのが恋だろ、乗り越えられんのが恋だろ、誰に断るでもなく勝手に、今日もただ君が好き、明日もただ君が好き、それでいいのが恋だろ。一曲いけ、ありがとう。